In the early morning stream, with a dollar in my hand. Currently, 7 a.m. Which, if I were not a bus driver, would be really annoying for a lot of people. However, I am a bus driver, and I'm used to getting up at 5 a.m. every day anyway. I've been sleeping until a sweet 6:30 every day since summer break began. So this is just okay. So, Mr. Sakurai-sama, is presenting Kazuya, second Kazoo character to be joining the DLC in Smash Ultimate. We're a few minutes from starting, so what am I expecting? I don't know. I've never played Tekken. I have heard that it's a slower, more technical, very intentional kind of fighting game. So maybe Kazuya will be more my kind of character. I like slow and technical compared to the likes of Ryu and Terry. I don't know what Mii costumes we could get. If it's this is Bandai Namco. So if we are to get more from them, could be Katamari. That'd be cool. Soul Calibur, also cool. I was one of the ones who was kind of underwhelmed with Kazuya as a character. スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘です。スタジオに戻ってきました。ご覧の通りです。だけどいつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、もうスタッフは非常に遠い距離で見ています。格闘ゲームシリーズ鉄拳から三島和也の参戦です。 すでにダイレクトで発表しましたが、カズヤの通常技を改めて流してみますね。 Alright, I didn't really take a good look at his moves, so that's what this video is for. Let's see his moves. And his nice suit. Okay, these are moves, but what are they? Are they tilts? You got nice tilts? I would have liked if we were getting a another fighting game character, a Tekken character even. Just not another martial arts gi fist man. Yoshimitsu would have been great. He would represent two franchises. So, many moves. Kazuya have many tricks. Looks like F throw maybe? Had a Mewtwo kind of thing going on with a projectile. これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。改めて鉄拳とは1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第一作目。ポリゴンを使った3Dカクトゲームで両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳7、ナンバリングは7ですが、 タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。ある日、天の声が聞こえました。いや、天の字が入ってる会社からかもしれません。これ海外でどうやくすんだって思いますけど。その声によると、正弘、正弘、鉄拳をスマブラに参戦させなさい。と、いやー、そう簡単に言いますけどね。 鉄拳やバーチャファイターなどの3Dカクトーとスマブラでは全く異なると認識しています。パンチやキックで相手を倒すということは共通していますが、ゲームデザイン的にはジャンルごと別物です。単にスマブラは格闘ゲームなのかといった、よくあるように区分の問題ではなく、ゲームデザインのようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、 上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が一度りで変化する座標のゲームです。求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。
鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。しかし無茶をトンチで何とかするのがスマブラのデザインです。深掘りをした結果、一つ良いネタがありました。 What's your idea, Mr. Sakurai? What crazy thing are you doing to this character? 鉄拳にはデビルイン氏という設定があります。デビルイン氏はカズヤの母カズミが持っていました。文字通り悪魔の力を引き出せるもので、カズヤもデビルイン氏を引き継いでいます。デビルイン氏はカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり平八にはない。三世ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。また鉄拳セブンを見る限り、瞬時にあるいは部分的にもデビルの力を出し入れできるようです。通常技はなるべく鉄拳に寄せつつ、空中ジャンプ、スマッシュ攻撃、必殺技などをデビルの力に置き換えればスマブラでもうまくまとまるのではないかと考えた次第です。では早速デビル化を使った必殺技の説明から参りましょう。 Okay, so he just goes back and forth depending on what moves he's using. 必殺技は例によって通常、横、上、下の4通り、方向を入れて B ボタンを押すだけです。 Okay, thank you. I didn't know that, Mr. Sakurai. 例によってカメラは開発用の特別なもので、バランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はデビルブラスター、デビルカズヤを代表する高速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていましたが、本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。Broly almost does this kind of move in one of the movies. He just fires out of his massive pecs. Okay, so it's a through laser. It's like Rob's. It's weaker as it goes through people. 背の低い相手や姿勢には当たらないこともしばしば。そこで下入力で打ってみましょう。Okay, there's a downward shot. 下方に打つことで低い相手にも当たります。同じく上方にも打ってます。これは不規則などに。I'm coming in with no experience at Tekken. 空中で打つと少し。I'm just letting any weirdness wash over me. 割と使います。空中でも少し上、少し下と打ち分けられます。水平に打ちたければ上に。出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打って良いです。特に相手に接近する数は相手から近づかざるを得ない状況。It's so much better than Hadouken's。ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。Okay, 自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。もちろん反射できます。吸収もできます。しまうことだってできます。何やってんの。横必殺技はデビルフィスト、高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。Okay, no, it doesn't. It doesn't launch. It cripples. It crumples. 突き抜けた距離、操作などにもよりますが、いろんなことができます。That looks cool. I'm down so far. 相手が空中にいる場合、これまた弾いてしまいます。なお、シールドした相手は抜けません。隙だらけ。Then again, Sephiroth's presentation made him look like a character I like. 移動距離は短めですが、復帰に役立てることも可能です。上必殺技はデビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、I'm curious if he'll release immediately or shortly after this presentation because we got the warning of 同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって、we got the notification that a new version coming soon in game. 上方向への復帰力はかなり高めです。上昇前後は全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。Okay, Ridley movement.そしてワイプ撃墜にも使います。出だし際強いし。ところで横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技後落下にならない。Oh, and it doesn't free fall. ただし改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。But you can only use one of the two in the air, not both. 下必殺技はヘブンズドア。
目の前の相手を掴んで地面に叩きつけます。スーパーアーマーがついているので無理やり掴みやすいです。Okay, クッパの横必殺技と同じく相手を道連れにできますが、相手より先にカズヤがやられることになっています。そして復帰力が高いファイターの場合、カズヤがやられることになっています。 We got a command grab suicide. また、That immediately makes him my kind of character. 押し戻すこともできます。 I exclusively play them. これ何もしてない。これリドリーが押し返した。 Okay, and like Bowser's, the、opponent can influence it. どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。 And it is damage influenced. ちゃんと押し戻していれば、蓄積ダメージが低い時に Very similar to Bowser's. 狙われることはないでしょう。なお、空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。 Does the damage increase as he falls, like Bowser's? 浮いた相手にコンボでつなげたりもします。念のためコンボというのはコンビネーション、連続技の。 Thank you. I didn't know that, Mr. Sakurai.What would I do without you? 他人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。I wonder if you can be knocked out of the grab. 次に紹介するレイジシステムとも関係があります。I'm doing a doubles tournament this week, and I found out that Bowser gets knocked out pretty easily. 体力が4分の1を切ると、1回だけレイジという状態になります。Okay. 文字通り。That's not confusing. There's already a rage mechanic in the game. 名前表示も変わります。この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。 Okay, come back, mechanic. 特定の条件でレイジドライブという強力な投げを1回だけ繰り出します。動作はヘブンズドアに似ていますが威力が段違い。方法は3つあります。方法1、掴む。比較的簡単ですね。 Okay.That would be limiting for combos. Maybe it won't matter. 普通のヘブンズドアより踏み込み距離が増しています。方法3、昇竜拳コマンドプラス攻撃ボタン長押し。これは後で説明する雷神拳と同じです。Okay, he's got command inputs. コマンド版のものだけは威力がさらに高くなっています。ボタンは攻撃ボタンでも必殺技ボタンでも良いけど長押しすること。レイジ状態はレイジドライブを使ったら解除されます。So he loses his entire grab game after 100%. That's very limiting. また、レイジドライブを狙って外すとより早くなくなります。つまり、掴みを使ってるとレイジがすぐになくなるということです。狙うならちゃんと当てましょう。最後の切り札はファイナルブラスター、デビルブラスターの正射を行います。鉄拳7のストーリーモード終盤で煮えを飲まされた人は少なくないことでしょうね。ちなみにここが貴様の墓場だって言っています。日本語でこれそんなかっこいいことを言ってるけどピカチュウに対してもそんなこと言うんですよね。扇状に広がるので乱闘においては第三者を巻き込みやすいです。反面最初のビームが当たらないと発動しません。高度差があると最初の一発は当てにくいので頑張ってください。相手を比較的遠くにホールドするので崖外向きにヒットすると効果大です。条件が揃えば蓄積ダメージ 0% からでもいけるかも。次に通常技を紹介しますがその前に、okay. ファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合も、いきなり逆転したり、最終的に勝ったりする場合があります。ただ、リーチや攻撃範囲などでは劣勢です。攻撃が出る速さも原作ほどではないけれど、だいぶ遅い方です。総合的には、手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてくる相手には手を焼くかも。体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。ジャンプ力は低いです。これも原作風味。ただ高さは他のものでも賄えます。リュウやテリーと同様ワンオンワンで相手に対して向き直るようになります。これは後ろ入力の技を入れるときに便利、格闘ゲーム的です。クッパほどではないけれど常時スーパーアーマーがついています。 Okay. さほどの効果はありませんがダメージが少ない頃なら、百裂攻撃などを食い止めることはできます。Tough guy number two.
それより I'm liking the comparisons to Bowser at least. が発動する方が大きいです。ダメージは受けますが、相手の攻撃に割り込めることがあります。なお、原作になかったので、ヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとは、ヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで、通常技の説明に入ります。原作である鉄拳のモーションを概ねそのまま実装し、必要なところを後で直すつもりで制作を進めました。が、そのままでテストしてみたところ、びっくりするほど弱かったです。やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎて、ボコボコにされてしまいました。最終的には速さも強さもいろいろ加工していますが、意図して制作を保つこともあります。He was too slow, so we couldn't land any attacks. We had to buff him. 操作系統を他のファイターと変えています。まず、L スティックの入力方向は8方向で考えてください。一部、コマンド入力のようなものもあります。全ファイターの中でも飛び抜けて多い通常技の持ち主。ただ、最初に言っておきます。原作もそうですが、全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけ、そこから広げていけば良いと思います。なお、攻撃ボタンはいつも通り1つだけです。獅子に対応した4つのボタンを仕分ける必要はありません。まずはボタンを連続で押すか、名越ししていると技がどんどん変わります。これがいわゆる10連コンボ。相手の操作などにより全て当たるとは限りませんが、連続攻撃をボタン1つで手軽に繰り出せます。なお、最後の一撃はシールド無効です。弱コンボ2発目から少し間を置いて攻撃することで先行劣拳。相手を吹き飛ばしたいときに使います。パパンパーンというタイミングを覚えてください。パパンパーン。ダッシュ攻撃は空残却。遠い相手に詰め寄って打撃するのに不可欠です。下方の攻撃をかわせるし、吹き飛ばし力も高く頼りになります。前に2回素早く倒して攻撃すると左かかと落としが出ます。これにはちょっとした特徴がありまして、相手の飛び道具を跳ね返すことができます。 With a reflect property. ここから時計回りに8方向です、スマッシュ攻撃に化けないよう優しめに倒すと良いと思います。上に入れながら2回攻撃でダブルアッパー。対空や接近した相手への攻撃に使えますが、一発で止めてコンボパーティーするのも有効です。斜め上を入れて攻撃ボタンを連打すると、Smash Wiki is gonna have fun with this. 最初の1回が当たればほぼ確実に全て当たります。Almost guaranteed. 出だしが遅いので、Not guaranteed, almost guaranteed. That's enough, right? なお、連打をやめれば途中で止めることができます。横に入れながら攻撃で鬼蹴り。相手を低く吹き飛ばす喧嘩キックです。I have a little experience with Tekken music. 気力が低い相手に最適。またこういう時にリトルマックス。I know it shares some composers with Katamari, which is always good. 印象としてガロンドロフの突破集に似てますね。Also good. こんな感じ。だけど、実はガロンドロフの方がちょっぴり早いです。It's slower than Ganondorf's. こんな感じ。斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと切り。Okay. 2発当てれば相手を吹き飛ばします。So he has diagonal tilts. 1発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。2発目はシールド削りが大きい特徴があります。シールドが割れなくても小さくなれば防御しにくくなるので、シールドされたら2発目まで出すのもありです。下入れ攻撃はねじり裏剣。前進しながら攻撃するので割と射程距離が長いです。姿勢を低くしつつ攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。斜め後ろ下と攻撃で体育抱き、相手に尻餅をつかせることができます。反対の使うのが難しいですが、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。後ろと攻撃で人旋風。この技は出が早く、迎撃としても比較的強く、コンボにも使いやすいので出せればおすすめです。ただ間違えて背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。自動振り向きがない多人数戦でも出しにくいです。
波動隅まで倒しきらなければ幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック逃げり、後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提です。こんな感じ。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくてちゃんとしゃがみになってから入力すべきです、ね。 okay. He's got multiple crouch moves, not just the one. しゃがみ中に斜め前で攻撃すると螺旋丸採集。Oh, so he has a detail that isn't a crouch move. 長めの持ち時間があるのでカウンターに使うと良いでしょう。しゃがみ中、真下に入れながら攻撃をするとシットジャブ。スマブラのこういう系としては太い方ですが連打が効きます。相手の行動阻止の牽制やコンボの指導など。It looks like Pikachu's, しゃがみ中、斜め後方で攻撃するとシットスピンキック。判定の持続が長い技です。牽制としてシットジャブとどちらが有効なのかは相手のファイターと戦法次第でしょうか。だけどここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで魔人拳が出せます。ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人拳。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、一番狙いたいのは横スマッシュ攻撃。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら大チャンスです。次にスマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。横スマッシュ攻撃は魔人戦勝拳。とにかくこれを当てられることが大事です。ファイターの中でも有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し貯めてクリーンヒットすればファルコンパンチをもしのぐぐらい。ただし隙は相当に大きいです。また接近しているとクリーンヒットになりません。遠目ギリギリ拳でしっかり当てるのがベストです。なおクリーンヒット時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーがあり相手の攻撃に割り込むことができます。これは全てのスマッシュ攻撃やそうですが、横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで比較的発生が早く、攻撃力も吹っ飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが、発生の速さを生かしてコンボに織り込むこともできるでしょう。ダッシュで前を詰めると良いです。また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技、選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃はしっきり包丁。吹っ飛ばしを見ての通りコンボに使うのが本です。相手の操作や状況によりますが、いろんな技がつながるのではないかな。Very fast, not very strong hitting smash attacks. Like they look like they're designed to be used in combos. またこのぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。崖つかまりするたびに無敵時間が短くなるので、攻防が続いた時に使うと良いです。なおシールドを削りやすいという特徴もあります。Down smash for shield damage and meteor smash? 次に空中攻撃。It's ledge? これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。Aerials? 少し巻いていきます。What's our aerials? 通常空中攻撃はジャンプナックル。比較的素早く出ます。密かにメテオ判定もあります。Also meteor on neutral air. 前空中攻撃は劣化脚。ジャンプの低さを利用し主に地上戦で使います。リーチに優れ地上攻撃をかわせて使いやすい。後ろ空中攻撃はジャンピングソバット。相手を吹っ飛ばしやすいですが、ワンオンワン時には自動で振り向くので少し使いにくいところもあります。前に打ちたいなら例によって後ろにダッシュしてから使うとか。上空中攻撃はライジングトゥーキック。
Sakurai and the Smash devs like to refer to Smash techs, but not use the names that the community uses for them. It's just like Nintendo. If they didn't make it, they don't want to acknowledge it exists. Okay, stall and fall. This looks like Bayonetta's. Me brawler near? No, it's nothing like brawler's near. つかみ攻撃はロップ砕き。時給は高めだけどヒットするまでが長く、相手の蓄積ダメージが低い位置は特に振りほどかれやすいです。 前投げは積み上げり、飛ばし力が高め。後ろ投げは走ろうとし、威力が高め。We get those for every one of his throws? そして特別な投げがあります。地獄門。斜め前、下、斜め前という入力後の掴み。しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きめ。向きを入れ替えて相手を低く飛ばすので、崖際でしれっと狙うと撃墜しやすいかも。そして原作ファンならおなじみですが、いわゆる昇竜拳コマンドで特別な技が出せます。 昇竜拳コマンドというのは前、下、斜め前とスバイク入力すること、こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると風神ステップが出ます。上半身を無敵にしながら相手に詰め寄る技。風神ステップ時にボタンを短く押すと風神拳。 ダブルアッパーのように相手を上に弾く技。入力によるダッシュと合わせて前進するので、見た目よりも範囲は広いです。なお、最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速風神拳となります。出すのが難しいですが、相手を一瞬しびれさせるので普通の風神拳とはまた異なるコンボを狙えます。 なお、原作では入力受付時間が1フレームだったのですが、それよりは甘めにしています。封じんステップ時にボタンを長く押すと雷神拳、強く吹っ飛ばす撃墜技の一つです。コンボに組み込むのも有効。無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。連中にこれを出すと攻撃力が高いコマンド版のレイジドライブになります。 封じんステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落旋風。動きは斜め前方入れの螺旋弦魔脚に似ていますが、螺旋弦魔脚は上から始まるので浮かせてからのコンボ向け。奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには行かないかも。What tiny percentage of characters are going to memorize all of these moves of players? 最後に特殊な見せ技を一つ。 なんと横アピールが魔人列召喚という4連コンボになります。原作と異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし、誰かと対戦では使えませんがヒットしたら驚くわ。ちょっと面白い動きなので入れてみました。全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前ですかね。 コンボに組み入れられないこともないですが、他の技の方が良いかなと。はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。繋げる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、いつも確実に当てられるコンボなどはほぼありません。だけど、凍りやすいコンボは、 ある程度開拓した方が良いですね。なんて格闘ゲームらしいんだろう。確実性がなくても当たる時には当たる。ただ、他人数の乱闘になると話が全然違ってきます。長いコンボをしていると第三者にやられるので、
単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。Okay, new stage. 技が多い、多すぎなので長くなりましたが、ステージのご紹介です。すでに壁などをバリバリ壊されていましたけれど、専用ステージは三島道場。どちらかというと、カズヤの道場ではなく平八の道場ですね。いろんなことがあった舞台。見ての通り、四隅が壁や天井で塞がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。なお、壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、それらが壊れるときには受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。場外になってからは画面外が近く、スクロールも追従しない密度感の高い戦いになることと思います。Once it breaks, it stays broken. なお、壊れた壁や天井はなぜか自然に直っていきます。Okay. Like halfway between Terry Stage and Luigi's Mansion. 説明では表示を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり、撃墜に反応します。なお、すり抜け床などはありません。KOF スタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。もちろん戦場か終点かも可能です。全体的に屋外になりますね。ところで小ネタなのですが、アイアイ傘がありますね。原作をよく知る人ならわかるはず。今回は団体戦で行ってみたいと思います。相手チーム5人は火口に落とされた人々、被害者の会ですね。A bit of Sakurai gameplay, and he's gonna just kill all of his characters except for. ああ、負けず食っちゃうよ。Kazuya 1v5。あまり気づけたくはなかったらしょうがない。とりあえず残機数を減らしていきます。Who's it? Terry, Ken, Ryu, Mac.全く全て力の同じ一体語ってのは厳しいでしょうけどね。はい、まさかの魔人戦勝券、決勝券だ。そこで使うか。うん、ダメだね。ダメダメ。そんな簡単に通さないよね、コンピューターだから。えい、よーし。There's that D smash. ちゃんと説明したことが生きてるっていいですね。おっとっといけないよ。I'm optimistic. I think I could like this character, especially due to his similarities to Bowser. However, I'm cautiously optimistic because I thought the same thing about Sephiroth.下手くそもう一回やらせてもらいましょう。外したー。どさくさに紛れたアピール横。ズリエイネスープ reminds me of all motherfuckers. ファルコンキック打ってくるんだよな。でもまあ。Our second fighter in a suit, if you count the Mii fighters. 全部通しちゃえ。割れなかったな。おっと届かん。Although it's more of a.It's like a trench coat rather than a proper tuxedo. とりあえずこれで。ああ、でも 49% も食らってる。一人目ですからね。あと4人。もうここ。The laser is just a static amount. It doesn't need to like it doesn't need to charge like Rob's does. うまく避けるんだよなこれ。Which is probably the simplest thing about this character. Super armor on all the smashes.Oh, people are gonna hate that. Ah, 危ないね。つむじ蹴り。Beam. People are gonna hate the super armor. They're gonna hate the beam. This character is gonna. There's gonna be screams of the DLC privilege. まずいねこれ。でもこっちの方が射程は長いな。知ってた？
goes so far. It's the whole stage. ダメだ、こんなことしてちゃう。How come me sword fighters Tornado and Chakram only go like half the stage? How come fighter Muscle Man gets to have a laser that goes the full stage? That's not fair. He's doing exactly what people online are gonna do. Time for the beam, he says. はい、お疲れ様でした、無事に復讐ならずということで残念でしたね。 CP レベルは7でした。まあ、他にもいろいろな技を使いたいなとは思ったんですけれども、なかなかお伝えできないところもありました。いろいろ楽しんでもらえれば幸いです。以上です。 Smash Wiki's gonna explode Song list. Okay, I'm actually in, I have a little experience with the Tekken music, so I'm a little interested in this. という曲がありますが、このように絞りました。全39曲。今回の音楽は極めて多いです。昔のシリーズから今のシリーズまで織り込んでいます。四半世紀続いているタイトルの一つですから、歴史は深いですよね。Moonlit Wilderness, I recognize that track. ところで、今回は勝利時のファンファーレをあえてなくしました。これはスマブラ史上初です。では対戦の時に勝った時にどうしたのか、ズバリこのようになります。 He's gonna drop him off a cliff. 原作再現、ナレーターの声で名前が読み上げられます。ちなみにこの勝利ポーズは鉄拳セブン調。これが鉄拳5、6調。It's got the same vibe as the Crash Bash announcer. 初代鉄拳調のポーズ、ちょっと懐かしい感じですね。遅れながらカラーバリエーションもお見せしたいと思います。奇数カラーは火炎刺繍の道着の下のみ、7P は風間陣を意識したカラーです。偶数カラーはコート。Oh, that far left one is like a fake Phoenix Wright purple suit. And what that gold thing? Who does that remind me of? It reminds me of Count Zap from Battle Network. Devil Blaster を使い、デビル化した姿を見ることもできます。新しいスピリッツボードも加わります。ピックアップされたのはペアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツはレベル99にするとデビル陣に強化できます。また平八のお題においては、すでに発売されている平八のミーコスチュームを持っていれば平八の姿に切り替えられます。とミーファイターの話題が出たところで、新しく販売されるミーファイターのご紹介です。 Alright, here we go. New Mii Fighters. Who do we got?We can get Bamco's, we can get something else. Any special costumes this time around? With music. It's Lloyd. Well, someone was talking about him in Sword Cord, so, hopefully they're happy.Skyrim? Okay. With music! That's news! People are gonna like that! We got the fucking Skyrim is in Smash Brothers! And Dante from DMC? They're going all out with these Mii costumes, and they're all sword fighters! Yeah, people are gonna be happy about this.They saved all the best Mii. Well, not all. Maybe there's other good ones yet, but they put a lot of good ones in. They're all costumes. They're not masks, so
You still have to make your own Mii variants of the characters. Let's get outfits, though. That's a lot of third-party love at once. Okay, but tell us about the music. We heard Skyrim theme. Or Elder Scrolls theme, I should say. ドラゴンボーンにしました。原作ではドバキンとかドバーキンとか言われることもありますが、表記の揺れがなくて済むので。Now, are you gonna buff Sword Fighter? ドラゴンボーンはドバキンの AI です。To come with all these nice costumes. 原作のドラゴン語で竜の血族のこと。そしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加されます。ハーフジーニーヒーローからバーニングタウンという曲が、シャンティ comes with a lot of Mii music too. The Mii chords are going to be exploding. 肝心の配信日です。6月30日に配信予定です。So Shantae and Dragonborn both come with music. 単体でも購入可能です。そして久しぶりのアミーボ情報です。Okay, Amiibo. I don't care about this, but some people do. すごい壊れやすいっていうから、そーっとこれです。Enmin?メンメンのアミーボのサンプルができてきました。これが出るなら時間がかかるでしょうけれど、ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待が持てますね。任天堂が三島和也のフィギュア作るというのもなかなかのおかしさがありますけれど。メンメンのアミーボはご覧の時期に発売予定です。The date shown, 2022, good date. 今までいろんなファイターやステージを作ってきました。新旧揃ったさまざまなゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした。思えばスマブラ4の開発開始から、数えて連続10年近くとなり、だいぶ長い付き合いです。ライフワークというのですかね。しかし、いよいよ次回がラストです。延長もありません。Temper your expectations. 披露するまでお時間いただきますが、約束通り今年中には発売しますのでお待ちください。Okay.チームは最後までテレワークで終えることになりそうです。まずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思います。それでは。Hey, thank you, Mr. Sakurai. Okay. I'm looking forward to him.As I ended up looking forward to Byleth and Sephiroth, which I didn't hate, but, I don't know, he has potential. He looks similar to Bowser, who is my main. A lot of interesting things about him, a lot of memorization about him. Not looking forward to that. And the Mii costumes, wow, they, again, all the third parties, it's very impressive Mii costume selection.I don't think Dragonborn comes with the music. The Fallout character had music in the trailer. It didn't come in the game. Did they? I thought Fallout... I guess Fallout wasn't a deluxe skin. It was just... It was just Sans and Cuphead so far. We know Shantae comes with music. Well, that'd be kind of disappointing to use in the trailer and then not include the music. I guess we'll see. Yeah, I will look forward to playing him. Was the date announced?Maybe I wasn't paying attention when he mentioned the release for Kazuya. Maybe we didn't get a date. Maybe we didn't just expect it in the near future. Maybe it'll shadow drop. Maybe I'll get some of the Mii costumes. I'll probably get Shantae at least for the music. I kind of have to get the ones with the music. Well, that's it for this stream. It was just its own little standalone thing. Maybe I'll do something later. Maybe we won't. Still pretty warm. Thanks for watching. And I'll see you next time.